民党の4分の1の議員たち、国会議員が数千万円規模の裏金猫ババ、それでも逮捕されません。それでも納税もしなくていいんですって。それでも議員辞職しなくてもいいんですって。一方で先日、お地蔵さんに供え物として置かれていたポップコーンを盗んで食べた貧困の高齢者が逮捕されました。金額にして100円。それだけじゃなくて、コンビニのホットコーヒー100円で買ったものをカフェラテに変えるという手続きせずに数十円を盗んだ疑いでホットコーヒーをカフェオレと偽って飲んだ人が逮捕されたって。クリスマスの時にチキンが食べたくてスーパーから300円相当のチキンレッグを盗んだ人が逮捕されたって。数百円程度でも逮捕はされるんですよ、やっちゃいけないことだから。一方でどうして国会議員だけ、自民党の4分の1だけ何のお咎めもなしなんですか。30年の不況ですよ。先進国で日本だけが30年不況。今や国民の 6.5 人に1人が貧困、高齢者の5人に1人も貧困で、一人親世帯の2つに1つが貧困で、将来に希望なんて持てなくて、そんな状況をここまで拡大した政治家たちがどうしてそんな好き放題やってるんですか。その原因は誰にあるんですか。私にあるんですよ。私という名の有権者にあるんですよ。どんな問題があったとしても政治に口出しをせずに、興味も持たずに、自分の人生だけなんとか生きてきたっていう者たち、私もその一人なんですよ。私こそが日本で最強の無関心の人間だったんです。その状況を放置し続けて現状に気づいた時に、この国の先は本当に終わってんな。でも終わらせられないじゃないですか。この国から脱出して海外であっても子や孫の代まで食べていけるだけの大きな資産がある人だったら何とでもなりますよ。私はそうではない。あなたはどうですか。どんなことがあったとしてもこの国で生きていくしかないんですよ。だとするならば、10代、20代、30代が死ぬ原因の1位が自死、自分で命を絶つ国、子供から大人までが死にたくなるような、この世が地獄っていうこの国を変えるしかないじゃないですか。一緒に変えてほしいんですよ。その先頭に立たせていただきたいんですよ。クソみたいな政治で世の中がここまで壊れちゃった。でもこの政治というシステムを使って逆の方向の社会、人間が大切にされる社会ってものを作るしかないんです。諦めたくないんですね。どうしてか、地獄で生きてたくないから。少しでも1ミリでもあなたの中にそう思ってくださるという部分があるならば、どうか注目していただきたいのが令和新選組。あなたと力を合わせて社会を変えていきたいと思ってます。その先頭に立たせていただきたいと思ってます。今日はですね、ここ道頓堀でマイクを握らせていただきました。全国回ってるんです。どうしてかっていうと、この国のオーナーは皆さんで、あなたこそが最高権力者で、その最高権力者で株主であるあなたが政治に物を言わないなんておかしいよって、間違ってでもいいから何かしら政治に対して物を言おうっていう、その空気を広げていかないことには世の中変わっていかないんです。なので年から年中、国会がない時には全国を回りながら街頭で皆さんからの質問を受けてやり取りをさせていただいています。令和新選組代表山本太郎、今日はここ道頓堀でやり取りをさせていただきました。この後なんですけれども、皆さんの中でもうちょっとだけ時間大丈夫だよって方いらっしゃったら、山本太郎と一緒にツーショット写真でも撮っていただけないですか。山本太郎とツーショット写真を撮って、一体誰が得をするんだろうか、はてと思われた方、誰も得しません。ノリです。今日という日の思い出のために撮ってください。お願いします。なんとなく撮る、そんなことで結構でございます。でお願いがあります。山本太郎とツーショット写真を撮ってくださった方、その中でネットに上げられるよ、アップロードできるよって方がいらっしゃったら、ぜひお願いします。ネットに写真を上げる際にはメッセージを添えていただきたいんです。そのメッセージの内容は、私たちを応援するものじゃなくても結構です。究極はディスってもらって結構、笑ってもらって結構。目的は何かっていうと、あなたとつながってるフォロワーの方々が、あれ、あの人
政治について何かもの言ってるやん、政治についてちょっと関心あるようなこと言ってるやんってことをぜひあなたの発信でお願いしたいんです。究極思いつかなかったら道頓堀に山本太郎いて草でも結構です。とにかくですね、政治に関わるというようなことに対してあなた自身ハードルを下げるというこの運動をぜひ一緒にやっていただけたら、政治に対して物も言えないような社会ではその社会は変えようがないんですね。あなたの行動一つで動いていくこともあります。みんなで力を合わせてやっていきませんか、というような趣旨でこの後ツーショット写真山本太郎と撮っていただければぜひお願いいたします。場所はこの後にご紹介いたします。その前にインフォメーションさせてください。手短にポスターがあります。ポスターをお持ち帰りいただけないでしょうか。令和新選組のポスターでございます。あなたのお家に壁はないですか。夫婦間、家族間に横たわる高くて冷たい壁の話ではございません。外壁です。外壁をお持ちにお家にお住まいの方、2種類のポスターがございます。ぜひ家の壁にポスターを貼ってください。マンションアパートだから無理だよ、そういう方ご心配なく、窓の内側から外側に向かって貼れば外壁に貼るのと同じ効果を持ちます。高層ビルにお住まいだという方でもぜひご協力お願いします。2階から30階以上でも OK、 ぜひお持ち帰りください。友達の店に貼るよ、それでも結構です。お願いします。2種類なんて書かれてるか、空気を読まないバカにしかこの国は変えられない。当たり前じゃないですか。賢い人は考えすぎて自分の仕事を失ったりとかいろんな困りごとに自分が巻き込まれるのはごめんだ、従順でいようと思っちゃうものなんですよ。だったらそんなことは関係ないと、空気を読まないと覚悟の決めた、ある意味で社会からバカと呼ばれようとそういう者たちが変えていくってことにぜひご支援をいただけないですか、という趣旨。そしてもう一つこちらです。世界に絶望してる、だったら変えよう、令和と一緒に。世界は不条理で溢れてますよね。あまりにもありえないような虐殺が今世界でも行われている。パレスチナの子供たち、本当に1日で数百人レベルでどんどん亡くなっていく、それ以上かもしれない。こんな大きなもの止められんのかよ。最終的にはわからないけど、人間の力で始めたことは人間の力で止めるしかないんですよ。まずは国内問題、30年壊されたこの国を立て直しつつ、そして世界でも行われている不条理をみんなで声を上げられる国になっていきましょうよ、という意味が込められております。こちらのポスター2枚、どちらでも結構です。私が立っているあちら側、道頓堀橋の南詰の近く、あちらにポスター置かせていただいております。机がございます。お帰りの際にお手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。続いてこちらめくってね、ありがとう。あなたも一緒にやりません？政治家になりませんか？あなたの町から、隣の町から地方自治体議員の募集です。選挙に出ませんか？私たちが応援します。そしてもう一つ、国政選挙が近づいております。衆議院議員、あなたも衆議院議員選挙に出ませんか、というお誘いです。国政と地方、この2つのバージョンで皆さんに候補者を募っているところでございます。ちょっと自分の気持ち、そういうふうに思ったことあるよって人いたら、相談窓口と書かれたプラカード、そちらに持っているものがいますけれども、ぜひお声掛けをください。世間話をするつもりで、そんな軽い気持ちで結構です。そういう感じでお声掛けをいただければ、何も固いことだと思わないでください。緩い感じで相談窓口の方に行っていただければ。あとですね、こちらの相談窓口行く時間がない方は、令和新選組ホームページから先ほどのバナー、2種類のバナークリックしていただけると公募に応募していただけることになります。公募に応募するほどテンション上がってないよって方、心配なく、自由期日の欄にそんなにテンション上がってないってことも付け加えてくれれば、あ、もしもしテンション上がってない方ですよねってことで、こちらからご連絡差し上げますので、どうぞご心配なく、まずはコミュニケーションさせてください。よろしくお願いします。続きましてこちら、令和新選組代表山本太郎がマイクを握っておりますが、あなたとつながらせてください。つながる方法はこちら。テレビ新聞は私たち嫌われていて、あまり、そこに登場することはありません。何をやってるのかわからないという方々もいらっしゃるので、ぜひつながっていただきたい。令和フレンズ、令和フレンズ、こちらは登録だけで OK、 お金は一銭もかかりません。そしてもう一つ、令和オーナーズ、
その名の通りオーナーさんになってください。つまりは有料になります。有料のものと無料のもの、それぞれ特典がございます。こちら、まずはですね、令和新選組の代表選挙、現在山本太郎が代表を務めてますが、2年後に選挙です。あなたにも投票していただけます。つまりは一銭もお金払っていないフレンズであるにもかかわらず、代表選挙に投票までできてしまうというですね、こんなお金払、普通会費払ってる人が投票権持つんですけど、金払ってなくても投票できるっていう、非常にですね、永田町の中では珍しいことをやっております。で、それはフレンズでもオーナーズでも投票いただけますので、ぜひあなたにも投票いただきたいと思います。続いて、このどちらかにですね加入をしていただくと、ズーム勉強会、全国をつなぐ ズーム勉強会にご参加いただけます。例えばですけれども、5月のゲストはですね、憲法学者の木村颯太さんに来ていただきました。そして6月はインクルーシブ教育、国に義弘さん、そして7月はいじめ問題、荻上チキさん、それぞれの分野にそれぞれ詳しい人に来ていただいて、みんなで賢くなってやろうぜという企画でございますので、ぜひあなたにも参加をしていただきたいと思います。他にも人前で政治のことってなかなか喋れないんだよね、そういう人多いと思います。だったらズームでつながってみんなでべちゃくちゃ政治のことについて喋ろうぜという企画もやっておりますので、何かしらですね、令和フレンズ入会金必要ありません。お金は今後も一切かからない。登録だけで OK、 もしくはオーナーズ、どちらかに加入をしていただけますと、令和新選組の、今度は、梅田のどこどこで凱旋やるみたいよっていう時にも、情報がいきますので、今日質問し損ねたって方もですね、ぜひそういうことで情報をキャッチしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。この後ですね、山本太郎とツーショット写真を撮るというですね、一体誰得みたいなことをやっていくわけですけど、その前に1名皆さんに紹介させてください。令和新選組の、衆議院大阪13区での候補予定者でございます、八幡愛と申します。皆様はじめまして、令和新選組の八幡愛と申します。今東大阪で活動してるんですが、もともとはこの難波を含むエリア大阪1区で活動してました。2020年から活動してますので、まあコロナの時のこの難波の街見ましたよ。鳩さんとかあのスズメさんしかいないみたいな時あったんですね。そこからすると今のこの光景っていうのはまあ良かったなって。でもあの海外の方にももちろん感謝ですし、インバウンドが起きてる。でも一方でね、年配の方とかと喋ると、もう昔みたいに南で飲める、あのお金もなくなってもてんとか、もうなんか南は外国の人のものになってもたから、もうわしら行かれへん、私ら行かれへんっていうような声めっちゃ聞くんです。これってやっぱ寂しいことだと思うんですね。で、南の町にたくさんの人来てくださる、大阪以外からも来てくださる方本当ありがたいんですが、やっぱ大阪がね、もう一回ね、元気取り戻さなあかんと思います。これは本当に政治で変えていくしかないでね。あの景気悪なったら文化が失われるんです。難波といえば裏難波ってご存知ですか？裏難波、難波と日本橋とあの辺りのこと言うんですけど、裏難波の味噌のビルってあるんですけど、1950年に建ちました。このビルね、あの日本最大級のキャバレーって言われて、あの1日に1000人ぐらい来てたんですよ。でも今もう今年末で取り壊しが決まったんです。で、店内全員もう退去してくれって一方的に。で、その後何ができるかわからないって。で、じゃあ誰がその、あの権利を持ってるのすらもちょっと公になってない。こんな寂しい話はね、ないと思うんです。で、ぜひここで私と出会ったから、もしこの後予定決まってない方いたら、ぜひね、あの裏ナンバー行っていただきたくて。っていうのが、個人事業主の店が100店舗以上あります。で、私たち令和新選組、個人事業主こそやっぱ守っていかなあかんなって思いました。で、まあ、あの申し訳ないですけど、このね、道路沿いのお店っていうのは大企業さんがやられている。じゃないと家賃なんて払えないから。まあそこはまあいいじゃないですか。行きたい人は行ったらいいんだけども。やっぱり、この大阪の街で生まれ育って、自分がやりたい店、夢持って店開いた、そこに地元のお客さん来てもらってっていう、そういったお店とかをね、私たちはやっぱ応援していきたいんですね。それがまた大阪の街の経済を回していく。ぜひ皆さん、裏難波行っていただきたい。そして私もう本当に、味噌のビルがなくなるのがね、もう本当悔しいんですよ。万博やってる場合じゃないんですよ。なんとかしてそういうね、ありがとうございます。そうい
ういう文化守っていかなあかん。でこれは本当に大阪に住む私たちが声を上げていく、難波の街を守る、大阪の街を守る。どうか皆さん令和新選組必ず先頭立ってやりますから、どうぞご期待ください。八幡愛でした。ありがとうございます。ありがとうございます。令和新選組の衆議院大阪13区候補予定者でございます、八幡愛でございました。まあ景気悪い、景気を良くせんことに話始まりませんよ。そう思いません？そのためにはまず景気を良くするためには何が必要かっつったら、給料上げればええやん、国会の中でそう言うんですよ。でも給料上げるためには何が必要ですかって国会の中で言われないんですよ。今ね、給料上げるために何が必要かっつったら、今給料上げれてるところはこれ商売うまいこと言ってるところだけですよ。それ以外のところも給料上がるようなことをしていかなきゃ、これ日本全体景気良くならないんですわ。じゃあ何が必要ですかって考えたら、景気を良くするための軍資金をまずみんなにこれ配らなきゃダメなんです。当たり前でしょ。これはね、分配してから成長がやってくんですよ。成長した後に分配なんていつまでも来ませんよ、ずっと言われてたんだから。この先日本を成長させまして、その先に皆さんに分配されていくようにしますってずっと言われてきた嘘なんだから、逆なんだよ。まずはみんなに軍資金、それを使ってもらった全国津々浦々にお金が回る、それによって景気がこう向上していきながら、底上げされていきながら賃金も上がっていくような状況を作っていくと。そのために何が必要か、減税なんですよ。あなたの負担を減らすこと、あなたの手元にお金を置いておけるようにすること、そして社会保険料の減免ですよ。これ事業者にとっても労働者にとっても必要なことでしょ。今それを払わないでいいって言われることによって使えるお金が増えるんだから。そして何よりもこの物価高、ひどい物価高の中でこの悪い物価高が収まるまでの給付金、これは出させるべきです。今私が言ったような政策は世界では当たり前、徹底的にやられてる。どうして徹底的にやるかって、徹底的にやらなきゃ景気が悪くなって社会が不安定になってその国自体が弱るからですよ。つまりは何かって言ったら、これこそが安全保障なんですよ。徹底した経済政策、これを前に進めるためにもぜひ皆さんのお力が必要。この国のオーナーはあなたです。こんな嫌な社会さっさと変えてしまいましょう、政治の力で。というわけで今日は令和新選組代表山本太郎が道頓堀にお邪魔をいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして何よりも今日のこの場を最大限盛り上げてくださいました、最高の音楽を奏でてくれているこちらのバンドの皆さんにも大きな拍手を、ありがとうございます。それではこの後山本太郎とツーショット写真を撮るというですね、一体誰得企画というのをやってまいりたいと思います。先頭はどちらになりますか。はい、橋の真ん中あたりに先頭と書かれた紙、プラカード、赤いチカチカ棒を持った人、あの先頭の方から針銃の方向に向かって並んでいただくことになります。他にも通行されている方々がいらっしゃいますのでお気をつけください。景気どないでっか、ぼちぼちでんな、そのぼちぼちも出てこへんようになった大阪、本当にやばいですよ。大阪だけじゃない、日本中が今大変な状態にあります。これを変えられるのは政治、あなたの力がなければ変えられない、あなたがいなければ始まりません。ぜひ一緒にこの日本を変えていくために力合わせていきましょう。ジャパンアズナンバーワン、日本は一昔前までは世界の中心にいて先頭を走っていた、それが今やもう転落、政治と経済界によって国内は収奪された。30年間国が食い荒らされれば当然国は衰退、貧困は拡大、この状況を止められるのは政治だけ、つまりはあなたの力が必要だということ、一緒にやっていきましょう。さあというわけでこれから山本太郎と写真を撮る意味不明の写真会始めてまいります。ぜひ写真を撮ってネットに上げて好きなことをつぶやいていただく、肖像権ほぼございません。どうか冷やかしでも参加ください。ありがとうございました。一緒に一緒に日本を変えてまいりましょう。ありがとうございます。
Thank you.